今日、私は恋に落ちた。最初で最後の恋。監督の坂口克美です。海の音は重く厳しい病気を抱えた子供たちと家族の物語です。限られた命を見つめる中で、人間とは何か、生きるとは、家族の絆とは、そして希望とは、その在りかを、その姿を見つめたいと思います。